このボールを持っていない場合で、腕の振りが何キロ以上にならないといけないと思われますか？そうですね、ちゃんと予想がつかないですけど、140よりも速く。そうですね、そうなんですよ。最新スローを使ってということで練習を開始されるということで、はい、楽しみにしてます。はい、僕も楽しみにしてます。あれとか紹介させてもらっていいですかね。はい、トレーナーされてるということ。あ、ぜひお願いします。あれですかね、プロのトレーナーということで。そうですね、はい、どんな活動されてるんですか？あれですかね、プロのトレーナーということで。そうですね、はい、どんな活動されてるんですか、基本的に。そうですね、今は東京都内で、はい、フィットネスクラブでですね、はい、パーソナルトレーナーをやりつつ、はい、あと、今は東京にいながら月一で、ちょっとつてで静岡県の高校野球部の、あはは、高校野球の現場も指導されてるということで。はい、はい、そしたらぜひ今回最新スローを使って、はい、技術指導の方していただいたらありがたいかなと思います。はい、はい、これ見えますか、ところで。見えてます、画面見えてますけど、ちょっとはい、はい、言ってくださいね。ありがたい。あ、バッチリですか。はい、はい、そしたら行きます。練習されてどんな感じなんですかね、今のところ。そうです。まだその最新スローは、はい、全然あんまり理解できてないので、はい、とりあえずなんかあんまりそんなに意識しないでやりました。はい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 。ピッチャーの練習をこうし始めてということですよね。そうですね、はい、はい。どういったところを気をつけて練習されてるんですか？意識してるけど全然治ってなかったんですけど、はい、軸足に結構残りやすいのかなって思いまして、はいはい、前足、踏み込み足ついた時に結構いろんなピッチャー見てると、もう軸足が、足の裏が離れて、はい、足の甲がついてるような状態とかってなってる方が多いかなって僕は分析したんですけど、自分なりに、はい、ですが、僕のスローを見てるとまだ軸足の足の裏がついてたりするので、はい、ちょっと軸足に乗りすぎかなっていうのが最近のちょっと気になっていることです、ね。はあ、軸足に残りすぎているということですかね。はい、そうです。で、まあ、それも関係してるのか分かんないんですけど、はい、リリースぐらいかな、リリースのあたりで、軸足の骨盤がそこまで前に出てきてないんですよね。ああ、はいはいはい、正面から見ると結構わかりやすいと思うんですけど、ここですよね。はいはいはい、残っちゃってるってことですよね。なるほどね、はい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 。なって、まあ、軸足もちょっと置いてきてるというか、うん、まあ、きついくれてなくて、かつそれもあって腰が砕けたじゃないですけど、腰が丸まっちゃうんですよね、うん、っていうのがちょっと僕の今の状況が気になっているところです。はいはいはい、なるほど。140キロ出すんですよね。そうですね、そうですね、はい、そのプロジェクトをやっておられるということで、はい、今が128位ですかね。100、先週
ったりして130が出ました。はあ、ははあ、結構でもあれですね、130やったら球速がある方ですよね。どうですか、まあ、そうですね、はい、まだある方やと思います。まあ、はい、140キロまであと10キロということなんで、そうですね、十分可能性はあるかと思います。はい、で、はい、それでですね、最新スローで、見ていきましょう。はい、お願いします。はい、一応ですね、最新スローではこのインパクトの瞬間を大事にしてるんですね。このインパクトに、合わせてます。横の写真も、前正面の写真もこのインパクトの瞬間、このリリースの瞬間に、焦点を当てて、この後とこの、あ、そのぐらい、はい、はい、ですね、このインパクトに合わせてるんですね。インパクトに合わせた後とその前とという形で、この分析のやり方をとってます。で、このインパクトに合わせるというのはもうインパクトの、瞬間を一番まあ大事にしているというところ、まあ、これが目的ですよね。トレーニングの目的はここの振りを速くする、ここの力をつけるためにトレーニングをしていると。全てのトレーニングは、これに、つながらないトレーニングは、まあ、意味がないというふうに考えてます、最新スローでは。なので、このインパクトの強さ、この腕の振りの強さを極めるためにさまざまな練習方法を考えていっています。でですね、このインパクトがですね、あ、よろしいですかね、はい、あ、聞こえます、はい、このインパクトがですね、140キロの球を投げるということは、このボールを持っていない場合で、腕の振りが何キロ以上にならないといけないと思われますか。そうです、そうですね、そうなんですよ。140キロの球を投げようとすると、この腕の振りがまず140キロ以上でないとダメだということなんですよね。ボールを持っていない状態で腕の振りだけで140キロの腕の振りができていなければ、絶対に140キロ以上のボールは投げれないということなんです。これ理解してもらえますかね。ということはですね、これボールを持っている持っていない関わらず、まず腕の振りを速くするトレーニングを考えていくと。例えばこの、キャッチャーがいないとか、まあ、ボールがなかったとしても、また投げる場所がなかったとしても、この腕の振りを速くする練習を考えています。これが最新スローのやり方なんです。だから巻きつき棒とか、またシャドーピッチング等でですね、トレーニングをしているということになります。ここですね、ここを極めるためです。はい、それではここをここに全てがつながってこなければならないと、この瞬間につながってこなければならないと。そうだ、そしたらここをまず見てみましょうか。ここをですね、この肝内というのがあるんですけども、肝内動作、この肝内動作ですね、今この映像で見られる肝内動作ではちょっとまだ硬いですよね。この肝内がもっと腕が、肘がですね、空に向くぐらい海内ができるんです。これ海内が途中で止まってしまってます。わかります？ここの腕が投げた瞬間、腕が、手のひらが空に向くぐらい返ってないですよね。投げた後ですね、ちょっと見えにくいと思うんですが、また確認してみてください。ここのね、ま、映像ではわかりやすいので、ここがあんまり返ってないですね、投げた後の。なんで、この内線の力がまだまだつけられるということですね。このリリースの瞬間だけで考えた、ここを、解内をする。例えばこれ棒を使うと、おそらくですね、これ巻きつく方向にはいかないですね。例えばこれ巻きつきシャドウの棒を使うと、これもっと深く解内をする、自然とですね、棒を持って振るだけでも深く解内をすることができると思います。なので、ここから棒をですね、振ることによって深い、ところまで振り切ることができるようになり、海内をもっと大きく取ることができると思います。これまだ小さいんです、分かってもらえますかね。これが腕の海内が、まあ、できていないということと、それから多分このお尻の裏側の方の硬さも若干あると思うんですよね。なので、これ振り切りがまだまだ甘いんです。で、140キロを、まあ、超えてくるピッチャーだったら、これもう少し綺麗にこう振り抜けるようにしないとダメなんですよね。140キロクラスのピッチャーはもちろん、これができてないピッチャーでも140キロ以上出すピッチャーもたくさんいるんですが、こちら側のこの補助線見えます？補助線はそうですね、微妙ですね。こちらの映像を録画してますんで、また確認をしてみてください。
この補助線がまああるんですけども、この外側ですよね、踏み出した足の、外側で解内するという意識を持って、もう少しグラブ側ですね、グラブ側の方で解内をするという練習に持っていくと、最新スローでは外側解内とも呼んでいます。このリリースの位置を外側に持っていく練習をすることによって、もう少しスムーズに腕が振れますし、大きな軌道を描くことができます。外側で解内を するという意識を持って練習をしていくことにより、またリリースの位置も前にすることができるんです。ここ分かってもらえます？リリースの位置が前になるという、はい、こと分かりますね。はい、質問ちょっといいですか？はいはい。それは意識の問題なんですか、それとも実際の動作も、足の外側でリリースするんですか？足の外側のリリースの話ですね。はい、ですね。はい、ですね、実際はですね、その外側でリリースするというのは、ものすごく難しいです。外側でリリースをする意識を持たせて練習をしていくということですね。で、ですね、外側でリリースをしようとする練習をしていくと、体の各パーツがですね、柔らかくなければならないということが気がつくと思うんです。で、外側でリリースができるように、トレーニングをしていると自然と、そちら側の振りを、そちら側の振れるゾーンを作るんですね、振れる幅を、で幅を作っていれば、そちら側で振れるようになると。でですね、踏み出し外側を使おうとすると、踏み出してから前側の空間を使おうとするんですね。踏み出して前側の空間で引き戻してくるような使い方をすることになります。前ではなくて自分の方向に、引き戻してくると、こういう、話もするんですけど、引き戻してくると、そういうリリースをするようになるんです。ということでですね、踏み出してからさらに前側で、インパクトを迎えようとしていくことにより、ボールが、指にかかり、しっかりとコントロールができる、ボールが抜けてしまってコントロールできないボールというのが減ってくるんです。また力を加える距離というのも微妙だと思うんです。これ科学的にはちょっとわからないんですけども、まあその感覚的な話なんですけども、長くボールに力を加えることができると、こういうふうに考えてます。よろしいでしょうか？はい、はいはいはい、どうぞどうぞ。はい、まあ、これオーバースローだと確かにそのそうなんです。そうなんです。球速を上げようと、球速とか腕の振りを上げようとすると、外側で振る、イメージが強くなっていく。One ball, two strikes, target away. Swing and a miss. 3-2, oh, 3-2 fastball up and in. Swing and a miss for strikeout number. The 3-2 from Max. Swing and a miss. Here's the 1-2.Strike three called outside corner with a cutter that came back to the edge. Cold third strike. He got him with the slider. He struck him out. 98 on the fastball. Here comes Max. And a swing and a miss. He blew him away with the fastball. Nasty slider. 2-2. Fastball blew him away. Swing and a miss on an outside fastball. 2-2 to Goldschmidt on the way. Swing and a miss. Struck him out with a slider.Can you tell what the pitch was by the sound you heard? The grunt and the pop into the mitt?
はいはいはい、どうぞどうぞ。はい、まあ、オーバースローだと確かにそのちょっとスリークォーター気味とかサイドスローでも同じような考えで、そうなんです、そうなんです。球速を上げようと、球速とか腕の振りを上げようとすると、外側で振る、イメージが強くなってきます。外側で振ることによって投げ終わりの T 字というのがね、3.1 というのを呼んでるんですけども、 3.1 が取れるんです。 3.1 ができるようになるんですね。で、外、はい、3点というのは肘と、ね、右ピッチャーでしたら、あ、今左ですね、左ピッチャーと左肘と、踏み出した膝、踏み出した膝だから、右膝ですかね、左やったら右膝ですかね、右膝とそして、左腰なんですよ。はい、これ 3.1 と呼んでるんです。で、これがですね、よくその疑問、その質問がありまして、で、いろいろ、調べてみたら、例えばソフトバンクの高橋選手、アンダーハンドですけども、投げ終わりが外側まで腕を振り切ると綺麗に 3.1 の形ができるんですね。この形 3.1 というのはこの形なんですね。まだこれ腰が残っているような状態ですけども、ここの状態がサイドハンドでもできていると。またアメリカ の、シャーザーですかね、シャーザー選手も投げ終わりがこの形をとっていると。はい、で、結局、外側に大きく軌道ですね、大きな軌道を描くということが球速を生むためには必要なんじゃないかと。なので、サイドハンドでも同じように、引き戻すというか前側で、空間を大きく使って引き戻してくると、そういう、空間ですね、空間を確保することは必要かと思います。なので、アンダーもオーバーもサイドも同じように、前で振り切るということがこちらがですね、大事じゃないかと。これがですね、今この前に突っ込んでる感じになってるんですね、顔が突っ込んでるんで、今言ったその海内をするとね、強い海内をするとこの引き戻してくるような動きなんですね。オレアで海内とかって呼んだんですけど、引き戻してくるようになるんですけども、これが顔を突っ込んでしまってることによって引き戻しが非常に甘くなってるんですね。そうですね。で、ちょっとね、すいません、あ、いいですか、いいですか。多分ね、ちょっとこの、今の時間で、この今の最新スローすべてこう理解してもらうのは、ちょっと難しいと思うんですよ。はい、はい、一瞬で、結構ね、マニアックな感じで、いろいろこう、つながってたりとかして、一個一個こう説明するとすごく長くなっていくんですね。はい、でですね、とりあえずですね、今日のこのピッチングフォームを見て、改善するためのこの方法ですね、はい、トレーニング、簡単に改善できるトレーニングをこう提案して終わろうと思うんです。とりあえずこれをやってみたらここはこうなりますよということをこう話しさせてもらってやろうと思うんで、まずこの引き戻しができてないですね、この引き戻しがちょっと甘いという点です。まずこのもっともっとこの海内ができると思うんで、この引き戻しをするべきやと思うんで、この引き戻しが甘いと。この引き戻しができてない原因は、ここの胸郭のがもっと上げてほしいんですね。ここ上げてほしい、ここを上がるようにすればこちら側の外側海内がしやすくなります。ここは硬いのでまだこうちょっと胸が下がってる状態なんですね。ここの C アーチがもっと肩甲骨と股関節を引き寄せるような形をとって投げるということは続けていってほしいんです。ここですね、この胸郭の柔らかさ、胸郭です、ここをもう少し柔らかくしてほしい。だから胸郭硬いから肘がこう下がったように出てきてしまうんですね。肘が下がったような感じで、またこの、肘に負担がありそうな、曲がらない方向にちょっと曲がってますんで、負担がありそうな形になっているので、ここは改善した方がいいと思います。まず胸郭ですね、胸郭柔らかくするとインステップ気味なんですけども、これもインステップであったとしても胸郭柔らかかったら加速ができるフォームになると思いますので、胸郭は柔らかくしてほしいということが一つ。それから、先ほど言われましたここですね、下半身のこの運び方、ここなんですよ、下半身の運び方が前側に行っちゃってるんですね。ここ前の方に運んでるんですよ。で、これが最新スローで言ってる、つま先指導という形になってしまってるんですね。つま先の方から膝が出ると。おそらくパワーポジション分かってもらうと思うんですけど、パワーポジションじゃなくなってるんですよ、この膝の折れが。これがですね、こっち側ではなくて、もう少し座り込みをしてほしい。この座り込みをする感覚というのを身につけてほしいんですね。いいですか？この座り込みっていうのは感覚を持ってないだけだと思うんで、これ、こちら側が正しいと思い込んでるんですね、この動きが。今、この動きが。
外側にこう開いてるドアスイングの動きになってます。この足が足の動きを見ると股関節の動きがドアスイングのバッティングでいうドアスイングのような形でわーっとこう開きながら投げてきてますけども、ここを開かずに、パワーポジションです。膝がこう動きます。この膝が前出るところをなくしてほしいと。はい、ということになる。だからこの膝が前側出てるので、この残ってしまってるこの形になってるんですね。ここは特にこの形がなんか不自然なような形が見えると思うんですけど、これで完全に残ってしまってるんですよ。これ膝がつま先の方に行ってしまってるので、足の内線ですね、足が内側に蹴るエネルギーが全く使えてないですね。内側に蹴るエネルギー、だからこれ剣道の面打ちの動きになってるんですよ。ここの動きが、この動きなので、この力が全く腕の方に加わってきていないと。はい、ということで、まあこれは理論的に言うと、まあ大体の人は多分これが分かると思うんですけども、こう最新スローの場合はこれをどうやったら治るかということを考えてるんですね。まだこれ腕もこの遠回りしてるんですよね。すごく遠回りしてから投げてるので、おそらくこの後ろに引いたこの動きはあんまり加速にはプラスになってないと思うんですね。このこっからこう来てると、はい、そしたらですね、はい、練習メニューとしたら、まずは逆さま足スローですね。定番の逆さま足スロー、逆さま足スローっていうのがありまして、左ピッチャーでしたら左足を前にするんです。これ定番の練習メニューなんですけども、左足を前にすることによってこのつま先で蹴る動作を消すんです。つま先でこういう風にポンと前に押し込みますけど、この動作を逆さま足スローで消します。この動作を消します。だから変身運動を使えない状態にするんです。逆さま足にして、逆さま足というのは左ピッチャーの場合左足が前です、はい、にすることによって変身運動が全く使えなくなるんですね。そうすることで完璧に、左足左腰を使ってからのスローイングということになり、体重移動が終わってから腕の加速をするという動きを習得する練習になります。分かってもらえますかね。左足を、まあ、ちょっと練習やってみてください。また、その後話させてもらっていいと思うんで、左足を前にするそのトレーニングで、そこで、何度も投げ込みをしてみてください。左足を前にする練習をしてみてください。そうすることによってこの使い方もなくなると思います。わかります？おそらくトレーナーされてるんで、この後ろ側に引くことによって肩肘に負担があるということはよく言われてますよね。この後ろ側に引く、この後ろ側に引く動きもおそらくなくなると思います。逆さま足することによって、これで肘肩にやっぱり負担が来るんですよね。タイミングずれてしまうんで、踏み出してからの加速のリズムが合わなくなるんですよね。こちらに踏み込んでしまうと。なんで逆さま足にしてすると、この動きもなくなります。この上げ方もなくなります。なのでまずはそこで訓練してもらって、繰り返し、逆さま足で、ボールを投げるという練習をしてみてください。またその動画についてはピックアップして、こういう練習ですよって上げておきます。それからですね、もう一つ練習メニューとしたら、二つ今日は提案したいと思うので、この投げるときにですね、またこのつま先足でこう蹴ってしまいますので、ここの胸郭を上げてから加速する。そうですね。そうですね。もう一個はこうしましょう。はい、ちょっと今すいません。ちょっと急遽、今動き見て違う動作を思いつきましたんで、ここの練習しましょうか。この海内が弱いので、海内をもう少し上手に使わせたいです。この海内のスナップですね。スナップ動作が弱いんで、ここのスナップをもう少し、練習をさせたいなと。すいませんね、ちょっと偉そうな言い方。ここをね、強くさせたいんですね。で、おそらくここが弱いから、この引き戻しが、弱くなってると思うんで、その技術ですね。この返しの技術を身につけさせたいので、壁に向かってですね、ここをこう、加速する練習メニューがありますんで、そちらもこの後送らせてもらって、この練習方法ですよということで、やりたいと思います。そしたら今日はこの2点でいきましょうか。2点で、はい、逆さま足スローで、少し、投げ込みをする練習、また巻き付きシャドウができましたら巻き付きシャドウで練習もできると思いますんで、自宅の方でも振ってみてください。はい、深いね、海内深いこのフォロースルーも取れますんでいいかと思います。でもう2つ目ですね。1つが逆さま足スローで、もう1つ目がスクラッチの練習ね、プロネーション海内動作のスクラッチの練習、ここを強化してもらうと。この2点でちょっと練習してもらって、その後の変化確かめたいと思います。はい、そしたら140キロ目指して、頑張りましょう。継続的にまたよろしくお願いします。はい、はい。
すみません、とりあえず今日はこれで終了させてもらいます。すみません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。